はい、チーズ。笑って。はい、硬いですよ。誰が笑う。はい、表情硬いですよ。はい、撮ります。はい、チーズ。Hi everyone, Sam here. Welcome back to another video. So I just finished up packing for a long trip to Kyushu Island in northwest Japan. And the reason is because Ricoh Imaging Japan invited me to one of their GR meetups. And they do this maybe 5 to 7 times a year. And it's for the GR fans to meet each other, to connect and to go on a photo walk together. And I always get kind of jealous sitting in Germany and we don't have this kind of community there. But we will get to it. We will do some cool stuff this year. But for now, I'm really excited to be part of the Japan community for today. And I'm also going to meet Mr. Tomohiro Noguchi, who is basically the father of the GR. He was responsible for the GR development. So I'm really excited to talk to him in person. And I'm also going to do an interview with him. So if you want to see that, stick around. I will include it in this video. And you know, also make sure to share this video with anyone who's doubting that there's a GR community. If you know someone like that, show them this video, okay? Okay, I really gotta go and catch my train now. See you later. Why do you do events like this? What is the purpose? GR はファンの人と一緒に商品を作ってるので、ファンの人とダイレクトにこうやって話し合ったりすることはすごく重要です。そこでその使ってる人の使い方も直接見られるし、何かいろんな意見とかも不満とかも直接聞けるし、やっぱりそのインターネットで簡単に調査するのは簡単だけど、でもフェイス2フェイスでこうやって触れ合うことの方が重要だと思います。日本では何ヶ月、1ヶ月か2ヶ月に1回こういうイベントをやってますね。で、海外もやっと最近はこういうイベント、ファンイベントを始めているので、これからどんどん増えてくると思います。で、日本でこういうイベントに来る人たちはやっぱりそのハイアマチュアな人たちが多いですね。で、特にやっぱりそのスナップがストリートスナップが大好きな人たちがたくさんいます。ストリートスナップを撮ってる人っていうだけに限って言うと、海外の人の方がすごくディープですね、その撮ってる写真が日本の人よりも、本当に海外のイベントに僕も何回か参加したことあるんだけど、もう道端に寝っ転がって撮ったりとか、本当にキャンディットでこうやって目の前でパッとカメラを出して撮ったりとか、すごくアグレッシブにストリートで写真撮る人が多くて、日本人はもっとなんか遠慮、すごく遠慮がちでシャイなので、なんか隠れたようにこそっと撮る人が多いので、なんかやっぱり写真の撮るスタイルも国によって結構違って面白いです。はい、チーズ。
日本と違って中国とか香港とか台湾、うん、ああいった国でこうファイアイベントをやると半分以上が女性、若い女性が来るので、うん、まあ、ユーザー層が明らかに違うなと思います。うん、そういう人ってブロガー系の？そうですね、ブロガーは多いですね。で結構セルフィーとかも自分で撮るような若い綺麗な女の人がたくさん参加してますね。ビューティーフィルターとか入れないと。でもね、あんまりそのなんかやっぱりそのストレートフォトをすごく大切にしたいので、うん、もちろん撮った後自分の好きなように加工するの、レタッチするのはもう自由にやっていいんだけど、はいはい、カメラであんまりそこまではやりたくないなっていうのがあるので、まあそこはちょっといろいろ考えながら。じゃあすいません、皆さん今日お疲れ様でした。ありがとうございます。では乾杯！はい、乾杯！乾杯！乾杯！お疲れ様です。これ一番上、トップ向けに GR キャップ。これすごいのはですね、雨の形になってる。よし！最初はグー、じゃんけんぽい。コミュニケーションですね、うん、僕はそのプロフェッショナルではないので、アマチュアの写真が好きな一人なの で、うん、でも写真を通して、世界中のいろんな人とつながるコミュニケーションが取れるっていうのが僕にとってはすごく大切で、写真があったからこうやって初めてお会いできた、ね、これはすごくいいことだと思う。What inspires you, your ideas for camera developing? 生活の中で長く使われている商品にすごくインスパイアされます。それは、ナイフであったり、車であったり、ジャケットであったり、時間が経過しても価値が損なわれないもの、そういったものはすごくインスパイアされます。How does it feel to be responsible for camera developing? Because you cannot please everyone. So I imagine it's a very hard task to do. And how can you make sure that you are satisfied with your product, but also the customer or the photographer is happy too? 難しいのは、お客さんはカメラに対していろんな要求をします。でもその要求通りにしていてはいいカメラができないです。お客さんが要求をするよりも超えたものを作っていくことの方が重要なので、だからアンケートでは次の商品のスペックは出てこないんですね。でじゃあどうやって作っていくかというと、自分の頭の中で自分が思い描く架空のお客さんを作って、その人の使い方とかを常に想像しながら商品作って。What is the philosophy of the GR? フィロソフィーね、まあコンセプトはスナップシューターっていうのがコンセプトで、あとはカメラは主役ではなく、主役は撮る人であって、カメラは道具なので、その人がストレスがなく
いかにその思い通りに操れるかというところが、うん、一番重要なところですね。I would like to know if there's something that you would do differently if you could start over, like in terms of GR, but also camera developing. そうだね、ちょっとよくわかんないな。なんかあれを もっとこのダイレクションに行けばよかったみたいな、うん、とか、これを、ま、いやそれはね、あのないですね。あの今の GR はあのこの方向で間違ってなかったと思ってるんで、ただその GR のシリーズとして他のバリエーションっていうのはあってもよかったとは思いますね。例えば焦点距離でもそうだし、その GR みたいなすごくちっちゃなレンズ交換式 あのレンズが変わるやつだとか、あといろんなことが考えられたと思いますけどね。見たいですね、うんうん。What else besides photography interests you? 興味があるものね、トラウトフィッシング、トラベリング、うん、あと、まあ、あのリーディングだね。リーディング、リーディング、yes. And of course, wine and beer. じゃあ、you should come to Germany. yes. I like Schnitzel. So I heard that you are going to leave Ricoh. Mm. So my question is, what are your plans? What will you do next? まだわかりません。まだ決まってません。Mm. でもあの何かしら写真に関わる仕事ができたらいいなとは思ってますけれども、mm. まあこれからちょっと、ゆっくりゆっくり時間をかけて次の仕事を考えたいと思います。ゆっくり考えてください。はい、はい、おっ、ホビさんの声聞きたい人、じゃあホビさんやっぱりそこがいいですよね。あ、今日は本当にありがとうございました。あの津田さんも藤原さんの話もすごい面白かった。僕はすごい面白かったですね。普段写真教室とかで構図はとかって言われてる人が結構なんかショッキングな話もあってなんかこういう話たまに聞くといいんだろうなっていうふうに思いました。ということで、まあ、GR だけじゃなくてね、写真が好きな人たちってこうやって一緒に集まって楽しい時間過ごせると思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、最後、小川さん本当今日一日ありがとうございました。皆さんもう一度。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。